リーレーザー SL SRT12、 こちらはフィスのスラロームのセカンドモデルという形になるんですけども、あの材質とかほとんど違う形状ですかね。またレーシングテイストではあるんですけども、SL のフィスの SL とはまた違う材質使われてます。であとはこちらのプレートとかもですね、レールビンディングとかになりますので、レースプレートとはまた違って本当に乗りやすさを感じてもらえる、レース系のスキーになるかなと思います。まあ、位置付けとしてはオールラウンドショートターンモデルという位置付けになります。あの、まあ、フィスの、切れ味走りっていうものを、まあ、マイルドに残しつつも、あのいろいろなターンサイズをコントロールできるっていうのが、まあ、乗った感じとして一番伝わってくると思います。まあ、一番はやっぱり強い抵抗を受けすぎず、まあ、クリーンなターンがこうすごく感じやすいと思います。結果的にこうターンの開放がスムーズにいく分、連続のしやすいスキーだと思います。